鎌倉殿の13人の義時の死に方を推理してみました。ヒントは三谷さんのトークからです。彼はこう言っています。1番、アガサ・クリスティのラストを参考にした。2番、必要だったとはいえ今まで多くの仲間を殺してきた義時を普通の大河の主人公のように終わらせてよいのか。はい、こんにちは、サガンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。この歴史シリーズ、惨憺たる視聴回数でやめておけという視聴者様からの無言の声が聞こえてくるようですが、ついつい書いてしまいました。通常のテーマの番外編だと思ってください。さて、昨日鎌倉殿の13人のトーク番組で脚本を書いた三谷さんが、必要だったとはいえ今まで散々仲間を殺してきた北条義時だと、そんな義時を従来の大河の主人公のように死なせて良いものかと語っていました。そして最後の脚本はすでにその時の登場人物に渡っているはずだ、心して演じてくれと言ってました。それを受けて北条政子役の小池栄子や義時役の小倉俊らが、こういう最後だったかと心底驚いた表情をしていました。また NHK から出ているガイドブックによると、義時の最後はアガサ・クリスティのある作品を参考にしたと三谷さん自身が語っていたと書いてあるようです。私はそのガイドブックを読んでいませんが、鎌倉殿の13人をずっと解説してきた八木下さんが彼の動画の中でおっしゃっていました。ということで、この2つを手がかりに私なりに4パターンを予測してみました。できたら皆さんの予測もコメントに残していただき、皆さんで最後を推理し合えたら楽しいかなと思っています。アガサ・クリスティは非常に多くの本や戯曲を残していますので、彼女の作品を参考にしたというヒント自体がヒントになっておらずに、むしろ謎を深めてしまっていますが、メジャーな作品からこれじゃないかなというものを私なりに4つ選んでみました。ネタバレありなのでご注意ください。1番、アクロイド殺人事件。これは語り手が犯人です。2番、そして誰もいなくなった。これは登場人物がすべて殺されます。3番、オリエント急行殺人事件。これは登場人物がすべて犯人です。4番、これちょっと題名忘れちゃって申し訳ないんですが、ネズミ捕りだったか、クモの巣だったか、確かそんなタイトルだったと思うんですけれども、戯曲です。怪しい人物が犯人として明かされますが、その人物は犯人ではないだろうと本を読んだ読者すべてが疑問に思う、そんな終わり方をしています。つまり結局誰が犯人かは読者に任せたまま終わるという、そういう戯曲でしたね。ではそれぞれについてちょっと私なりに検証してみました。1番、語り手が犯人説を取るなら、ナレーターの長澤まさみさんが最後に義時を殺す役として出てくるということになります。そのためには義時が誰かに殺されたという設定にしないといけないんですけれども、史実としては義時は妻に毒を盛られて死んだという説もあります。妻役はすでに野枝という人がいるので、長澤さんは妻役にはなれませんが、義時によって一族を殺されたその意地が最後に一死を報いるという設定はあり得ます。そうすると一族を皆殺しにされた上、
自分も非業の死を遂げた頼家の遺志とも考えられます。彼の男の子たちは皆殺されていますが、後に竹御瀬と呼ばれる女の子が生き残っています。また彼女竹御瀬の母は源の義仲の娘でもあるので、義仲の恨みも背負って義時に一矢報いるという設定は成り立ちます。しかしこの女の子は今まで登場人物として出てきていないので、突然暗殺者として出てくるのは違和感があります。以前比企の乱で比企一族が滅亡させられた時に、そのおばあさんが子役の工業に向かって頼家様を殺したのは北条氏であることを忘れるなと呪いをかけて去っていきました。その時にこの女の子も一緒に、その工業と一緒にね、まあ遊んでいるなりしていれば伏線になり得たかもしれません。工業はその後に実朝を暗殺し、もう一人の女の子はその後に義時を暗殺するという比企一族のね、呪いの元になったかもしれませんが、それをしていませんのでね、まあ、物語としてそこに女の子を登場させていませんので、まあ、その考えはなかったのかなと思います。よってこの語り手が犯人説という説は一応没とします。2番目は関係者がすべて殺されて終わるという設定です。これは今まで次々と頼朝の関係者が非業の仕事を得て退場していきました。頼朝とその兄弟である義経、則頼、全成、頼朝の子供の千鶴丸、大姫、頼家、実朝、そして頼朝の孫にあたる一万、公暁、まあ、ここまでで10人なんですよね、頼朝の直系で。さらに、まあ、物語の中で殺されている源氏の血を引く者としては義経の子供、源の義仲、義高親子、これで13人になります。鎌倉殿の13人はこの13人が次々と死んでいって、そして誰もいなくなったという最後。史実としても頼朝の血筋は実朝で途絶えるんですね。しかしこれでは源氏の話になってしまって、北条義時の関係者がほぼ出てきません。なので、まあ、ちょっとラスト、北条義時が主役のドラマではラストとして弱いかなと思います。なのでこの説も没とします。私この説を推したんですけどね、最初は。3番目の全員犯人説です。鎌倉殿の13人のオープニングで、13人が布をかぶって義時の前でひれ伏している場面があるじゃないですか。誰がひれ伏しているかわからないですよね。ある意味覆面をかぶっているようなもので、まあ、ちょっと見ると、まあ、あの執権義時に対して御家人が全員ひれ伏しましたという象徴的な場面なのかなとも思えるんですけれども、まあ、これをですね、ラストに持ってきて全く違う設定にするというやり方です。ラストにこの映像を持ってきて、パッと布を取り払い全員で義時に切りかかる。義時に恨みを持つ13人、義時によって滅ぼされていった関係者たち、遺児たち、例えば上総介、和田一族、畠山親子、比企一族、頼朝の遺児たち、陸の子供たち、あるいは北条政子自身も自分の子供や孫を殺されているわけですよね。まあ、自分も手を染めてるわけですけど、こうやってあげれば13人はすぐに出てきそうじゃないですか。
三谷さんも北条義時が歴代の大河主人公の最後のような終わり方でいいのかと言っているので、歴代の大河主人公は関係者の涙の中で亡くなっていくということを考えれば、関係者すべてから恨みを買って殺されていく主人公というのも意外な結末としてありなのかもと思いました。4番目は、犯人は明かされるが誰もその人を犯人とは思わなくて謎のまま終わるという説。例えば義時が毒殺されて怪しい何人かが浮かび上がり、その中で妻の野江さんが真犯人として名指しされると展開した後に、ドラマを見ている人すべてがそいつは犯人じゃないだろう、犯人はあいつだろうとそれぞれが疑いを持ったまま終わるという説。史実としては義時は妻に毒殺されたという説があるので、一応その説を取りつつ、ドラマを見終わった視聴者たちは、いや犯人は野江さんじゃないだろう、誰だろうと疑問を持たせてオープンエンドで終わるという形です。しかし実はこれに似たパターンは三谷さんはすでに頼朝の時にやってるんですよね。頼朝の死は毒殺によるものという説が昔からあるので、その説を取り入れて頼朝を毒殺できた関係者がそれぞれ頼朝に何か食べ物を与えている場面を見せています。あの餅に毒が入っていたのではないか、最後に渡した水に毒が入っていたのではないかと読者に次々と疑問を抱かせながら、頼朝は落馬して死んでいきます。ドラマでは彼は脳梗塞だったか脳一血だったかとなり落馬して死んだという結論をほのめかしていますが、それもまた推測の一つに過ぎません。頼朝の死因は相変わらずわからないままになっていますよね。なのでこの終わり方はすでに三谷さんは使っているので、義時の最後にまた同じ手を使ってくることはないだろうと推察します。ということで私は3番目の義時は全員に殺されるという説をここに出しておきます。皆さんどうでしょうか。ここに来て鎌倉殿の13人は歴史的興味に加えて推理小説の興味も出てきましたよね。どんな終わり方になるのか推測を出し合ってみませんか。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。サガンでした。